こんにちは、ニコウジです。2022年いちご一会栃木国体いちご一会栃木大会が開催されます。1月24日からは冬季大会が日光で、10月1日からは本大会が県内の各会場で、10月29日からは栃木大会が同じく開催されます。同じ年に本大会と冬季大会が開催されるのは初めてなんですね。そんな記念の大会に参加する選手役員の皆さんに寄せられたたくさんの応援メッセージを紹介したいと思います。題して、頑張れいちご一会栃木国体いちご一会栃木大会101応援メッセージ。それでは早速行ってみましょう。選手の皆さん、頑張ってください。応援してます。お待ちしてます。国体に参加の選手の皆さん、関係者の皆さん、ベストな記録が出せますように全力でサポートしてまいります。お待ちしております。皆さんこんにちは。栃木県日光市出身の書道家、梁風花と申します。私の地元でもある素敵な日光で国体参加の選手の皆様が力を発揮できるよう応援しております。皆さん頑張ってください。選手の皆さん待ってます。全員で盛り上げましょう。選手の皆さん、美味しいパン食べて頑張ってください。待ってます。選手の皆さん頑張ってください。お待ちしてます。お待ちしてます。いちご一会栃木国体、選手の皆さん心からお待ちしてます。皆さんの頑張りで、栃木を、日本を元気にしてください。国体の皆さん、お待ちしております。これ喋んな、俺だけでいい。そうだよ、俺だけでいい。はいはい、ちょっと待って、なんだろう。いちご一会栃木国体、選手の皆さん頑張ってください…あ、違う間違えた、ごめん。いちご一会栃木国体、選手の皆さんお待ちしてます。皆さん頑張ってください。えいえいおー。選手の皆さん、メッケ日光郷土センターでお待ちしております。電動モビリティのレンタルもしてますので、よかったら乗ってみてください。いちご一会栃木国体の選手の皆さん頑張ってください。お待ちしてます。よろしくお願いします。選手の皆さんこんにちは。これから国体向かおうと思いますので、日光で待ってますのでよろしくお願いします。選手の皆さんお待ちしております。頑張ってください。選手の皆さん頑張ってください。お待ちしてます。選手の皆さん、ぜひ今まで頑張ってきた分思いっきり発揮してくださいね。応援してます。いちご一会栃木国体、お待ちしてます。お待ちしてます。選手の皆様、おいしいお弁当を作って待ってます。選手の皆さん頑張ってください。お待ちしてます。選手の皆さん頑張ってください。おいしいケーキをたくさん作ってお待ちしてます。選手の皆さん頑張ってください。お待ちしてます。選手の皆さん頑張ってください。応援してます。選手の皆さん頑張ってください。お待ちしております。ようこそ日光へ。国体に参加する皆さん頑張ってください。応援してます。いちご一会栃木国体、選手の皆さん頑張ってください。日光で待ちしてます。いちご一会栃木国体、選手の皆さん頑張ってください。日光でお待ちしています。お待ちしていますでしょ。いますってこの高くするよ。いちご一会栃木国体、選手の皆さん頑張って
ってください。日光でお待ちしています。選手の皆さん、国体頑張ってください。栃木県で待ってます。選手の皆さん頑張ってください。日光でお待ちしております。国体選手の皆さん、楽しんでください。頑張ってね。一期一会栃木国体お待ちしてます。国体の選手の皆さん頑張ってください。選手の皆さん頑張ってください。お待ちしてます。選手の皆さん頑張ってください。みんなで応援してます。お待ちしてます。皆さん、国体お待ちしてます。お待ちしてます。選手の皆さん、お待ちしてます。ごめんなさい。選手の皆さん、お待ちしてます。頑張ってください。一期一会栃木国体選手の皆様、頑張ってください。そして、試合が終わった後は、歴史や文化、自然に恵まれた日光をどうぞ思う存分満喫してください。選手の皆さん頑張ってください。日光でお待ちしてます。5秒前4321。こんにちは。栃木県でフリーアナウンサーをしている中野智美です。担当している情報番組の中で皆さんのご活躍をご紹介できる日を楽しみにしています。選手の皆さんご活躍期待しています。頑張ってください。おー、ありがとう。皆様のお越しを楽しみにしております。そして心よりご健闘お祈り申し上げます。頑張ってください。はい、OK です。選手の皆さん頑張ってください。妹選手の皆さん頑張ってください。湯本温泉から応援してます。応援してます。選手の皆さん頑張ってください。湯本温泉から応援してます。国体の選手の皆さん、日光でお待ちしております。頑張れ。選手の皆さん頑張ってください。応援してます。はい、国体の選手の皆さん、日光でお待ちしてます。頑張ってください。ありがとうございます。栃木国体に参加される選手の皆さん頑張ってください。待ってます。選手の皆さん応援してます。もう一回お願いします。選手の皆さん応援してます。頑張ってください。お待ちしてます。お待ちしてます。国体参加の選手の皆さん、日光でお待ちしてます。楽しんでくださいね。一期一会栃木国体、スポーツを通して皆さんに日光を楽しんでいただければと思います。お待ちしています。選手の皆さん、怪我のないように全力で頑張ってください。お待ちしてます。待ってます。一期一会国体、選手の皆さん、関係者の皆さん、日光でお待ちしております。お待ちしております。お待ちしております。お待ちしてますって言って、みんなでそこはみんなお待ちしてます、はい、選手の皆さん、あれ知らない、うん、あ、知らない、選手の皆さん、美味しいラーメン食べて頑張ってください。日光屋でお待ちしてます。選手の皆さん頑張ってください。応援してます。イエイ。選手の皆さん頑張ってください。頑張ってください。選手の皆さん頑張ってください。日光でお待ちしてます。選手の皆さん頑張ってください。頑張れ。
選手の皆さん頑張ってください。頑張って。選手の皆さんの活躍をお祈りしています。頑張れ。一期一会栃木国体選手の皆さん頑張ってください。選手の皆さん頑張ってください。日光でお待ちしております。アナウンサーの鹿島田千穂です。選手の皆さん発声練習をして試合の方もバッチリ頑張ってください。あえいうえおあお、はい、大会に出たら美味しい日光のそばも食べてくださいね。頑張れ。選手の皆さん頑張ってください。お待ちしてます。はい、OK です。選手の皆さん実力を出し切って頑張ってください。応援しています。ここ日光は世界遺産の街でもありますが、スケートのメッカでもあります。皆さん一生懸命練習をしていい大会になりますようにお待ちしております。選手の皆さんお会いするの楽しみにしてます。日光ではカーリングのデモ競技もやります。遊びに来てください。イエス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 。遊びに来てね。選手の皆さん日光でお待ちしてます。頑張ってください。一期一会栃木国体、皆さんの頑張りを期待しております。選手の皆さん頑張ってください。応援してます。はい、選手の皆さん頑張ってください。お待ちしてます。お待ちしてます。選手の皆さん私たちも応援しますので頑張ってください。選手の皆さん頑張ってください。お待ちしてます。選手の皆さん頑張ってください。応援しております。国体選手の皆さん頑張ってください。待ってます。一期一会栃木国体頑張ってください。アイスバックスも全力で応援します。選手の皆さん日光での競技楽しんでください。待ってます。選手の皆さん頑張ってください。お待ちしてます。国体頑張ってください。一期一会栃木国体参加の皆さん、活躍を期待しております。国体選手の皆さん応援しています。頑張ってください。恥ずかしい。選手の皆さん頑張ってください。お待ちしてます。待ってます。頑張ってください。なんか片言になっちゃう。選手の皆さん楽しみにお待ちしています。頑張ってください。選手の皆さん応援してます。選手の皆さん頑張ってください。お待ちしてます。一期一会栃木国体、選手の皆様のご活躍を楽しみにしております。ここ栃木には美味しいものや名産品がたくさんあります。時間を見つけて新たな出会いを探してみるのはいかがでしょうか。お待ちしております。選手の皆さん頑張ってください。日光でお待ちしております。選手の皆さん頑張ってください。お待ちしてます。選手の皆さん疲れたら鬼怒川温泉でゆっくり休んでってください。頑張れ。どうなあ。はい、 OK。 待ちに待った一期一会栃木国体がやってきます。選手の皆さん頑張ってください。選手の皆さんお待ちしています。頑張ってください。一期一会栃木国体に出場する選手の皆さん頑張ってください。ちょっと終わりに行こう。
終わり。え？そうなんだ。もうちょっと言う。一期一会栃木国体に出場する皆さん、頑張ってください。頑張ってください。お待ちしてます。栃木県の地で感動あふれる国体が繰り広げられることを楽しみにしています。皆様お待ちしております。選手の皆さん、全力を尽くして頑張ってください。応援してます。一期一会栃木国体参加選手の皆さん、参加の競技思いっきり楽しんでください。皆さんの健闘をお祈りしています。2022年の栃木国体、日光来て頑張ってください。みんな、全国の皆さん頑張ってください。そして日光ぜひ出してください。苦しい時に頑張った自分に恥ずかしくないように、悔いの残らないように力を出し切ってください。選手の皆さん頑張ってください。霧降り高原から応援しています。お待ちしてます。待ってください。頑張ってください。日光でお待ちします。はい、選手の皆さん、国体頑張ってください。日光でお待ちしてます。いちご一会栃木国体、選手の皆さん心からお待ちしております。選手の皆さん頑張ってください。お待ちしております。選手の皆さん、北村先生の音楽で応援してます。頑張ってください。選手の皆さん、お待ちしてます。頑張ってね。頑張ってね。頑張ってね。いちご一会栃木国体、選手の皆さん、お待ちしております。お待ちしてます。魅力たっぷり栃木県、お待ちしてます。魅力たっぷり栃木県、皆さんお待ちしてます。国体に参加の選手関係者の皆様、頑張ってください。日光でお待ちしてます。選手の皆様、この歴史ある日光にて目指す頂に向かって突き進んでくんだまし、それでは日光にてお待ちしておりんす。選手の皆さん頑張ってください。ちょっと話が難しいですね。いいですか。選手の皆さん、あ、間違えた。やっと、すいません。じゃあ行きましょう。選手の皆さん、頑張ってください。SL 大事にも乗りに来てくださいね。お待ちしてます。一期一会栃木国体に出られる選手の皆さん、そして関係者の皆さん、日光でお待ちしています。せーの。頑張ってください。みんなで応援してます。日光市長の小中川翔一です。いちご一会栃木国体冬季大会、選手の皆さん頑張ってください。日光で待ってます。はい、そして最後はですね、ご紹介しきれなかった栃木県、そして日光市からのたくさんの皆さんの応援メッセージをご紹介したいと思います。いちご一会栃木国体、いちご一会栃木大会に参加の選手の皆さん、役員の皆さん、楽しみに栃木県、楽しみに日光にお越しになってください。そして日光の美しい冬、栃木県の素敵な風景、そしていちご、湯葉、そば、餃子、ラーメン、その他ですね、たくさんの栃木県の美味しいものを楽しんでいただきたいと思います。今回はですね、来年2022年に開催されるいちご一会栃木国体、いちご一会栃木大会への応援のメッセージをご紹介しました。
最後までご視聴いただきありがとうございます。日光を見ずして栃木県を見ずして結構という流れ、一期一会栃木国体でお会いしましょう。